始まりましたラジオ女子チャンネル。はい、今日のメンバーはこちらです。はい、4期生南波瀬奈です。はい、1期生小松里穂です。はい、岸大谷由香です。はい、6期生水野風奈です。はい、こちらのメンバーでございます。ラジオ好きの女の子が集まり、2017年に結成された名古屋のアイドル、ラジオ女子。このチャンネルでは、そんなラジオ女子の知名度を上げるとともに、新型コロナウイルスで元気がなくなっている東海3県を盛り上げていきます。今回こちらに集まりました、バビーン、バビーン、スポルティーバーリーナさんでございます。やってきたのは、プロレスリング常設のスポーツバー、スポルティーバーリーナさん。毎週水曜日にはカレーを食べながらプロレスを楽しめる水曜カレープロレスという人気イベントも開催中。ぜひ皆さんも訪れてみては。いけるな。はい、はい、あのマジで怖いから。行きましょう。待たせるのも嫌だから。ということで店内をお邪魔すると、えい、こんにちは。30、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。練習中だわ。すみません、すみません、邪魔すんじゃねえもんね。おい、すみません、ごめんなさい。おい、帰るとかい。帰んじゃねえよ、おい。帰るとかい。おい、なんかあるだろう。ちょっと、おいで、おいで。お、はい、はい、はい。よろしければ、お名前だけ教えていただけますでしょうか。高井健吾です。ごめんなさい、ちょっと、ごめんなさい、高井選手。高井健吾です。高井健吾選手。割と分かりやすくもう一回言ってくれた。高井健吾選手、そして佐江です。佐江選手でございます。お二人よろしくお願いいたします。よろしく。正真正銘本物のお二人に過酷なトレーニングをレクチャーしていただきます。どんなトレーニングをしていただけるんでしょうか、高井選手。よし、まずはミット打ちだ。ミット打ち、逆性チョップっていうのがあるから。チョップ、はい。その逆性チョップ、ミット打ちしてもらう。あ、お、今これ、はい、セナちゃん手が違うな。こうじゃないんだよ。こうじゃない、ね、そう。ちょっと、あ、ここにさあ、ちょっと再生しよう。見本見せていただいて、横から抜いて、うわぁ、平なんだ。格闘技には無縁のラジオ女子、まずはセナちゃんの挑戦です。よし、お願いします。お願いします。いきましょう、セナちゃん、逆水平チョップお願いします。はい、うらうらあんま聞いたことない。裏？裏です。裏？止まっちゃったね。そう、振り抜かれてやっぱりね。アドバイスを生かせるか。お次はゆかちゃんの挑戦です。はい、行きます。行け。よし。はい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 。ちょっと洗濯物叩いた。ポン叩きみたいな。ね、そうですよね、今ね。そして我らがりほちゃん。不甲斐ないメンバーの借りを返せるでしょうか。いきます。あっ、あっ、あっ、いや、いいんじゃないですか、今の。おー、手がね、横なの。こうじゃない。なるほど、横なの。ちゃんと平を当てるようにしないと、うん、平を当ててる。そうから、全然全然、はい、全然お願いしました。いい、厳しい。ちゃんと正しい刀があるんですね。最後は風奈ちゃんの挑戦です。ここまでの反省を生かせるのでしょうか。いくぞー。はい、お、はい、はい。さあ、サイ選手いかがでしょう。近いかな、距離が。ちょっと距離が近 近い。何がびっくりするって、実践的な教え方です。距離感というところ。距離感ね。さあ、高井選手、はい、続いてのトレーニング、どういったトレーニングでしょうか。手押し切れば。手押し車。はい、せーの、こういう風にしてこうやって歩く。おお、やることで、はい、腕の力も使うし、この腹筋も使う。おお、なるほど。そう、アイドルとしてダンスで鍛えた体力、果たしてどこまで通用するのでしょうか。まずはりほちゃん、せなちゃんペアが挑戦。よっしゃ、行きましょう。せなちゃん、お願いします。はい、さあ、1個ずつ今進んでいます。よっしゃ、タッチ、オッケー。よっしゃ、次、白、白、白、いけ。はい、いけるか。はい、これ、白、これ、タッチ、白、これ、タッチ、白、タッチ。よっしゃ、オッケー、当たるぞ。頑張れ、持ってるお口だよ、持ってるお口だよ。さあ、向こう側にタッチして、ラスト、ラスト、ラスト、向こう側にタッチして、
なちゃん。あの声援ってめっちゃ力になりますね。声援が力になる。これはでも公演の時でもね、リスナーの皆さんからもらうこう声援で頑張れるわけでしょ、はい、頑張れ。それと同じように今もうね、実際にこうレスラーの皆さんからパワーをもらいましたから、はい、続いてはゆかちゃん、ふうなちゃんペアが挑戦。よし、行きましょう。ゆかちゃん、お願いします。はい、頑張れ。ありがとう。青、タッチ。さあ、もう今早くやめたいという気持ちなのか。手前、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 さあ、赤コーナーにタッチ、そして最後ニュートラル白コーナーにタッチ。オッケー、よっしゃー。よかったらやってみてどうよ。一周するのに、腕がどんどん痛くなっていくので、すごく痩せました。痩せました。痩せたかどうかはまだわからないの、それに関して。プロレスの基礎体力をつけたところで、今回の対決はディスリマイクパフォーマンス対決。わプロレスでおなじみのマイクパフォーマンスのごとく、1対1で相手をディスり合っていただきます。判定はプロレスラーのお二人が行い、最もディスりが甘かったメンバーにはきつい罰ゲームが待っています。さあ、ディスり合いです。自信のほどはいかがでしょうか、ふうなちゃん。でも私今6期生で全員先輩方なので、はい、ディスるっていうのはちょっと気が引けるなっていう思いがまだあります。まあなかなかね、そうかもしれないな、はい、ゆかちゃん。はい、私は普段すごくみんなを褒めることに注力しておりますので、ディスるというのは大変心が痛みますが頑張ります。せなちゃん。はい、まあ正直この方と相手じゃなきゃ頑張れると思います。というと。いや、やっぱリーダーとして一期生で仲良しでやらせてもらってるので、はい、まあこれから今日はね、そんなんないんでね。潰します。待って、リーちゃんの笑顔がいいですよ。ディスリ魂に火がついたところで、まず最初の対戦は青コーナーナンバーセナー。コーナー小松里穂。レフィー高い気分。オッケー、ウェイゲンゴン。さあ、先攻ナンバーセナ里穂。はい、あんたはね、いつもいつもみんなの一番を狙いすぎなんだよ。髪の毛染めたねって話題の時に、あ、でもそれ一番に聞いたのはりちゃんですの流れ作ってるでしょ。あと可愛いやつとか写真とかツイッターに載せるとき一番の理解者だからみたいな。私だけかと思ったらいろんな人にやってるじゃん。おお、何者。おお、八方美人。あら、これはよくねえぞ、これはよくねえぞ。さあ、対戦。いや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 、お前だってな、あの月一ご飯会このナンバーやっとるけど誘うのいつも私からやろが。お、誘われたこと一回もありませんけど、本当に行くの嫌なんですか。あら、はい、行くんですか。いいか、いいか、まだまだいいか、まだいいか、まだ言うか、まだ言うか、よし、行け。公演の時に髪の毛かぶった時、なんかリアルに嫌な感じちょっと出すのやめ。ごめん、髪の毛かぶるってのはどういうことなの。あの、例えばポニーテールにしようかなって思ってた時に、朝ポニーテールしてると、あ、今日ポニーテールって聞くと、うん、あ、ちょっとポニーテールしようと思ったけどやめようかなって言ったら、いや、したらいいよ、いや、かぶるくる、いや、したらいいよ、うん、どっち。かぶっていいのなら言って。いいよ、反論があったら今これに対して言い返してもいいぞ。おえ、じゃあ公演の日時間ないんやから、あの、最初から髪の毛とかも決めてこいよ。かぶって気まずいみたいな顔すんのやめてもらっていい。うわー、こっちは朝早く起きて準備してメイクしてやってるんですけど、あなたすっぴんできますよね。すっぴんでも私可愛いねみたいな感じですか。うわぁ。さあ、いいか、いいか、いいか。まあ、すっぴんでも可愛いんで。おぉ、別格の可愛さ出ますよ、私は。リアルな意地リアル、リアルな意地リアル。何それ、何それ、何それ。あの、誰かがなんか滑った時とかに、あ、まあ明日からちょっとするねっていうのを、あの、ここの関係性なら余裕で、あ、
また言ってますわってなるけど、7期生さやちゃんビビってますか。そう、7期生をビビらせているという。え、それマジ。さあ、今のも響いた、今の響いたんじゃない。やばい、終了。ズキズキ。さあ、めちゃめちゃ引いてません、サイズ。女って怖いっす。女って怖いっすねが出ました。やだ。いや、溜まっていた不満をぶつけ合ったところで第2戦は青コーナー、大谷優香。赤コーナー、水野レゲン。おい水野。はい。お前いつも謙虚なくせに楽屋の机のスペース使いすぎなんだよ。お前どんだけ化粧品目の前に広げてんだよ。私このスペースで化粧しとるわ。なかなか珍しいぞ、一発目から楽屋の使い方というところの攻め方です。いい、いい。おい大家、ライブ前に自分の顔面気になって、すいませんゆかちゃん、私の顔何か足りないものありますかねって聞いたら、全部って言ってくんのやめろよ。ライブ前に不安になるだろ。結構やばいね。きついこと言うな。ハートついてるじゃん。ねえ、ハート全部ついてんのにって今再生してる。おい、私にいつも可愛いって言ってくれるけど、本当に可愛い人見た時斜め人見てニヤニヤしてんじゃねえよ。おお。でも正直ゆかちゃん可愛くない時あります。聞いてください、聞いてください。出ましたよ今、可愛くない時があります、ね、ファンの方がたくさん見てる配信中なのにボーっと座ってオフモードの大江ゆかになるの本当にやめてください。ステージ上ではいつでもアイドルでいてください。素晴らしいコメント、いいぞ、いいパンチラインが出たぞ。ゆかちゃん言い返せるか。お前の自撮りほぼ口半開きなんだよ。お前美意識、美的感覚どうなってるの。お前大丈夫、美的感覚全部口半開きのやついっぱい撮ってるし、笑ってこちらにしたらどうですか。さあ、自撮りに関して言われたぞ。いつもお弁当で食べれないものあるときに私に食べてほしいなみたいな目で見てくるのやめろ。先輩だ、嫌いするな。さあどうだ、二人ともおそらくこれで玉切れのようだぞ。この前のお弁当、人参食べました。お前小学生かお前。二人戦ってみていかがでしたか。結構激しい争いだったので緊張しました。いや、先輩にこんなに言うことがなかったのでちょっとまだ心臓がバクバクしてます。なるほど。さあ、サイ選手いかがでした。人参食べちゃってるかと最後の一撃。ちょっと待って、さっきまでの怖かったサイさんどこに行ったんだろう。ということで、最もディスりが甘かった罰ゲームを受けるメンバーは大谷さん、大谷ゆか、前にお越しください。はい、罰ゲームは何ですか。キャメルクラッチだ。キャメルクラッチです。プロレス技キャメルクラッチ、サイさんが執行です。さあ、それではキャメルクラッチ、さあ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 、おっしゃ、お願いします。いけー、うわー、取れるかな。そういうこと、そういうこと、いいリアクションでもいいぞ。痛い痛い、ギブアップ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 、ゴー。オッケー、いやー頑張りました。ちょっと最後一言、ほら一言決めといて。はい、思いっきりガッチリ決めたって、いけ。はい、これからは人参自分で食べます。そういうことじゃねえんだよ。そこじゃねえんだよ。というわけで、お世話になったスポルティーバさんには、難波ヘナちゃんと水野風奈ちゃんが4月25日月曜日午後5時半からお手伝いさせていただきます。皆さんぜひ遊びに来てくださいね。